サッカー W 杯で優勝したアルゼンチン代表の凱旋パレードで20日、市民や選手から仏エムバペ選手らへの侮蔑や人種差別の言動が相次いだ。テレビ局記者が現地から生中継した際、近くの男性らがマイクに、エムバペ、クソったれ、などと発言。SNS 上でエムバペ選手の顔写真を貼って棺に模した板を燃やす映像が拡散された。このショッキングな映像は、世界の様々なメディア取り上げられ、サッカーファンからは、さすがにやりすぎだ、クソみたいな行為だ、彼が何をしたって言うんだ、彼らは勝つべきじゃなかった、全くリスペクトがない、ありえない侮辱だ、ひどすぎる、不快感しかない、といった声が多数上がっている。これはひどい。優勝国がやることではないし、国民だけでなく選手もやってるとか残念でしかならない。エムバペ選手は何も悪いことしてないし、決勝戦でのハットトリック、得点王とかすごいと敬うことはあっても侮辱したり人種差別されるようなことはあってはならない。これフランス側は抗議していいと思う。今年の F1 でも同じことが起きた。チャンピオンを獲得したマックス・フェルスタッペンの熱狂的なファンを気取ったフーリガンが、ライバルのルイス・ハミルトンの顔写真やイギリス国旗を燃やすという野蛮な事件だ。一人のアイドルを愛するのは良い。競争相手に勝ってほしいという期待や願望を抱くのも当然だ。しかし、ここまでする必要は全くないし、やってはいけないことだ。決して、このパレードではアルゼンチン代表の GK エミリアーノ・マルティネスが決勝でハットトリックを決めたエムバペのお面をかぶせた人形を持って登場し、こちらも批判を浴びている。極めて残念。ファンや群衆の一部の行為ならばで済ませられますが、選手まで加わっているなんて考えたくないです。せっかくあれだけのな勝負を演じた間柄なのにな。メッシ選手の得点王が遮られたことへの反発。ほんの数人による行為だと思うのですが、こういったことが世界に発信されてしまうとアルゼンチンの劇的な優勝の価値さえも下がってしまいます。こういうのは国民性なのかな？手前味噌ですが日本人選手ならありえない気がします。あれだけ熱狂できることは、日本人からするとある意味羨ましい部分もある。しかし、カタールに応援に来たが帰る運賃もないというのは日本人ではほとんどないと思う。エムバペ選手への侮辱はダメでしょう。日本ではスポーツマンシップが重んじられ堂々と戦うことを求められるし、選手もそういった意識でやっている。アルゼンチンではそういった考え方は希薄なのか？決勝戦で最後まで激戦を繰り広げ、PK 戦まで争った対戦国のな選手。その選手の活躍を乗り越えて、ようやく掴み取った母国の優勝です。このような行為は、相手選手に対する卑劣な行いを非難されるだけでなく、国民性さえも疑われる恐れがあり、優勝を果たした自国チームに対しても泥を塗るに等しい行為だと思われます。あれだけいい試合になって、しかも結果アルゼンチンが勝って優勝できたのに、何のためにこんなことするんだろう。フランスが優勝して、フランス人がメッシの写真に同じことしたら自分たちはどう思うかとか考えないのかな。日本人にとっては考えられないことだと思うけど、アルゼンチンの人にとっては大したことじゃないんだろうな。ラグビーではノーサイドの考え方があって試合が済めばお互いの健闘を称え合う。スポーツの違いなのか、国民性の違いなのか、どちらにしても相手選手への侮辱はやめるべきだ。決勝後、SNS で仏コマン、チュアメニ両選手らに人種差別投稿が相次ぎ、フランスサッカー連盟は刑事告発などの措置を取ると表明した。
フランスは不調な立ち上がりにありながらも死力を尽くして戦い、アルゼンチンをギリギリのところまで追い詰めた。エースのエムバペも自らを奮い立たせ、執念のハットトリックを達成して延長 PK 戦へと導いた。こういう相手だったからこそアルゼンチンの優勝がひときわ輝かしいものになり、感慨深いものになったのではないだろうか。素晴らしい敵という好敵手がいたからこそより感慨深い勝利になったと思う。スポーツは相手がいて成り立つからこそ礼節が重んじられている。戦勝国だからといって何をしても許されるわけではないし、それこそ期待会からアルゼンチンの優勝を望む人も減るだろう。神の子メッシと聞き及んでいますが、日本では異名として捉えますが、アルゼンチンでは本当に神の子として崇められる生き神のような存在なのかもしれないですね。こういった環境で最も恐ろしいのは当該選手への攻撃などです。宗教、音楽、競技、どのような分野でも熱狂的な人はいます。そういった人たちからしたら、神のような存在である選手が相手を侮辱したことの責任は重いと感じます。ファンにとっての神が命令を下せば実行する人も一部はいるでしょう。影響力や依存というのは恐ろしいものです。選手もファンもサポーター、国民すべてが対戦相手チームの差別や侮辱行為をしてはいけないと思います。強いフランスが相手でしたので、相手チームをリスペクトして称えるべきと思います。勝敗が左右する決勝戦、延長戦で決着つかず、PK までもつれた試合だけに残念で、優勝したチームはもっと謙虚にならなければならないと思います。オランダ戦の時からアルゼンチンの行為は納得いかなかった。優勝したことは素晴らしいが、勝てばいいってわけではない。国民性やサッカーとかそういうのではなく、スポーツ精神として考えるべきであると思う。でないとアルゼンチンはずっとこのままワールドカップを今後も進めていくと思う。サッカーでは差別行為や差別発言が多く聞かれますが、人気が停滞するのも盛り上がりの裏でこのようなことがあるからではないでしょうか。お互いを称え合うことがスポーツの美しいところだと思います。すべてのサポーターもそのあたりを心得て応援するべきです。決勝戦は歴史に残る素晴らしいもので、とても感動しました。